今回は、賃貸仲介企業を決算から見ていこう。お部屋借りるときに使うお店だな。駅前とかにたくさんある不動産屋さんよね。アパマンショップとかエイブルとか書いてあるとこでしょ？その通り。そして賃貸仲介というのは意外と歴史が古くて、江戸時代に長屋の管理人が部屋の仲介をしてたのが始まりらしい。江戸時代？そんな古い業界だったのか。賃貸は土地の狭い日本の暮らしと切っても切れない話だからな。ずっと日本を支えてきたシステムだ。今の日本は4割が賃貸に住んでるらしいわ。この市場は大きいわね。うむ。そしてこれが2013年以降からコロナ付近までの不動産の業績だ。2015年を100とした推移だな。全業態コロナで崩壊してるわね。うむ。そして特にまずいのが賃貸の仲介だ。コロナ前からここだけは下がっていたんだ。あれ？どうしてかしら？いろいろあるだろうが、業界の中では少子化の影響と言われているらしい。賃貸のメイン層の若者が減ってるってことかしらね。あとは他の業態は不動産投資として使えるが、賃貸仲介は投資じゃないってこともあるかもな。昔ワンルーム投資が流行ったみたいだけど、先行きはあまり良くなさそうね。物件選びが本当に重要だな。ちなみに今回はどこの企業を見るのかしら？アパマントセンチュリー21だ。ふむふむ。アパマンショップは街中にあるわよね。うむ。アパートとかも看板がよく貼ってあるな。そしてもう一方のセンチュリー21だけど、CM とかやってるわよね。クレヨンしんちゃんの CM が特に有名だな。実は1984年から日本にある割と古い会社だ。え？そんなに古い会社だったのか。ちなみに本体がアメリカにあって、日本支社が上場してるパターンだな。へぇ、支店の上場はコカ・コーラやマクドナルドみたいなパターンね。でもアパマンショップと比べると知名度は低い気がするけど、割と店舗数は少ない企業なのかしら？いや、店舗数で比べるとほとんど差はないようだ。これはちょっと意外ね。それにしても1000店舗ってすごいわ。そして会社の価値を示す時価総額もそこまで差はない印象だ。ふむふむ。店舗数が一緒で、時価総額もそんなに変わらない。ってことは両者売上も利益も大きく変わらなそうね。それでは両者の売上を見てみよう。アパマンが449億、センチュリー21は9ヶ月間だが28億だ。では両者の決算を見ていこう。では BS から見ていこう。BS は、その会社がどんな財産をどれだけ持ってるかってことだったわよね。でこれが両者の BS だ。アパマンの資産が350億に対してセンチュリー21は60億程度だろうか。売上全然違ったし、資産額にも差があるわね。うむ。会社の安定感を示す自己資本比率はセンチュリー21が圧倒的だな。83% って超優良企業でもなかなか見ない数字よね。そしてこれが両者の BS の中身になる。まずはすぐに現金にできる誘導資産のところだ。現金というか証券合わせるとアパマンが倍くらい持ってるイメージかしら。うむ。売上50億にも満たないセンチュリー21は売上と同じくらいの現金を持っている。ものすごく余裕があるな。そしてアパマンには商品って項目もあるわね。13億だから割合は低いけど、センチュリー21といろいろ違うんじゃないかしら。で今度は有形固定資産のところだがここもだいぶ違うな。両者で一番違うのはのれんのところね。アパマンは54億もあるのにセンチュリー21はゼロだわ。そう。のれんは会社を買収するときに、ブランドや技術の分追加してお金を払うやつだったな。ふむふむ。ニュースを探してみたけど、2018年にプレストサービスって会社を買収してるみたいだし、これかしら。うむ。プレストサービスはマンションを管理する事業をやってる会社だ。お？ってことはアパマンは賃貸仲介以外のこともやってたのね。そう。一方のセンチュリー21はのれんがゼロだし、買収をここ何十年してきてないんだろう。アメリカ本社の支店みたいな感じだったし、買収はやっちゃいけないのかしらね。そういう内部事情はあるかもな。そして無形資産の部分もアパマンが圧倒的ね。無形資産って言うと、特許とかソフトウェアのイメージだわ。で、敷金についてもアパマンだけが計上している。資産に敷金があるってことは、誰かに物件を借りてるってことか。そう。今後敷金は今後自分に返ってくるお金だから、資産に計上しておくんだな。なんか両者やってる事業が全然違いそうね。ではこのあたりで両者の事業を見ていこう。アパマンのお店が見えるけど、お店を管理する事業なのかしら？いや、この事業に含まれるのは直営店71店舗だけだ。
え？1000店舗もあったのに直営それだけなのか。その通り。残りは看板とか名前を貸して運営するフランチャイズなんだな。オーナーさんから手数料もらって稼ぐのよね。コンビニと同じ感じか。そしてこの事業に入ってくるのがマンションの管理とかだ。さっきあったプレストサービスもここにいるだろう。ふむふむ。やってることは書いてある通りか。大々的にやってるのかしら？管理個数は9万個だ。めちゃくちゃでかいな。管理業務だけで見ても1個あたり月額1万、5000円が相場みたいだから、相当稼いでるわね。うむ。1年に直すと年162億の売り上げが出る計算だ。多分アパマンの売り上げが大きかったのはこの事業の影響だな。アパマン、不動産仲介屋さんのイメージがあるけど、実際は管理会社だったのね。そしてアパマンが急成長させているのが社宅の業務だ。営業拠点数を活かして社宅を探して提供してくれるらしい。社宅か。最近は一棟丸々社宅ってことも減ってきてるし、大企業ともなるとすごい大変ってことか。この事業に関しては前期の1年でほぼ倍になってる。それだけ需要があったんだろう。この業務は支店数の多いアパマンの強みが出るし、うまいこと新しい事業を立てたのか。そしてアパマンのもう一つの事業がテクノロジー事業。さっきは直営店の事業だったし、こっちがフランチャイズ関係の事業になるかしらね。お、その通り。フランチャイズ店に物件探したり管理したりするシステムを提供しているらしい。だからテクノロジーって名前なのか。看板貸すだけじゃなくて、いろいろやってくれるのね。でこの事業の売り上げは当然契約料だろうな。ちなみに契約料ってどのくらいなのかしら？初期費用が数百万円、あとは広告分担金とロイヤリティで月20万弱らしいな。これは安いのかしら？高いのかしら？まあ平均くらいらしい。詳しい事情はわからないから、知ってる人がいたら教えてくれだぜ。アパマンの無形資産が多かったのはテクノロジー事業のソフトウェアだったのかしらね。ふむふむ。一方のセンチュリー21は安く計上してるし、社内システム使ってないのかしら？わからん。安く計上してるのかもしれないし、アメリカ本社の持ち物なのかもしれないな。で、アパマンの事業ごとの売上の割合がこれだな。8割型プラットフォーム、15% くらいがテクノロジー、その他として駐車場の運営とかしているようだ。物件の多い賃貸管理の売上がでかいってことね。あとは直営店の存在も大きい。ロイヤリティだけのテクノロジー事業と違って売上が入ってくるからな。ふむふむ。じゃあセンチュリー21の方はどうなってるのかしら？売上めっちゃ少ないわよね。センチュリー21はフランチャイズメインの単一セグメントだ。直営店が存在しないんだな。あ、センチュリー21の売上はフランチャイズのロイヤリティだけなのね。だから売上があんなに小さいのか。ちなみにセンチュリー21のロイヤリティは売上の 6% らしい。賃貸仲介ってお店の立地で売上違いそうだし、どっちが安いとかはわからないわね。あとは駐車場なんかもやってるようだな。とはいえほとんどがフランチャイズみたいだし、あくまで日本支店の扱いだから、アパマンみたいにいろんな事業に進出しにくいのかしらね。うむ。その代わりいろんなところと連携して、事業を強化しようとしてるみたいだな。そして負債の部分だが、センチュリー21が負債がなさすぎて、項目がスカスカだった。まあ看板貸して手数料もらうビジネスだし、そうなるわよね。一方のアパマンはかなり借金が多いみたいだから、事業広げるのに頑張ったのかもな。ここ10年で2回しか赤字になってないみたいだし、昔の借金をゆっくり返してる段階かしらね。続いて PL だ。PL は、会社がいくら稼いで、それだけ稼ぐのにどうお金を使ったか、だったわよね。売上げるのにかかった分がオレンジの費用で、残った営業利益が会社に入ってくるんだったな。そしてこれが両社の PL になる。最初に見た通り、アパマンが圧倒的だな。アパマンは直営店と事業いろいろやってるから、その分売上げは多くなるのよね。そう。だからアパマンは管理物件とかにも看板出せるし、そのあたりでセンチュリー21より知名度で買ってるんだろう。店の数同じくらいなのに、アパートにアパマンの看板があってセンチュリー21の看板は見かけないのはそういうことか。多分そういうことだな。そして PL の中身がこれになる。アパマンは原価ばっかりで、センチュリー21は販管費が多いわね。原価はサービスを直接作ったりするお金、販管費は営業とか広告とかの直接サービスを変えたりしない費用だな。そりゃ直営店作ったり、マンション管理で人雇ったりしたら原価はかかるか。一方のセンチュリー21の販管費は大部分が人件費だ。営業とか管理の人とかが多いんだろう。
あんだけ CM 売って営業にもお金かけてるのに利益率 24% なんだから、フランチャイズって儲かるのね。超ローコストでリターンがあるんだ。売り上げが小さいことを差し引いても優秀なビジネスだな。最初に両社の時価総額が同じくらいって話あったけど、その辺が加味されて同じになってるってことか。そういうことかもしれないな。ちなみにマリサ、アパマンもフランチャイズだけだと利益率すごく高いの？センチュリー21の半分くらいだぜ。利益率は 12% だから、フランチャイズ用のシステム作るのにお金かけてるんだろうな。へえ、じゃあアパマンの方がいろいろ手厚そうだし、フランチャイズやるならアパマンの方がいいのかしら？正直わからん。センチュリー21のシステムが古かったり、アメリカ開発で日本では原価に入ってきてない可能性もある。あ、そっか。視点決算の難しいところね。センチュリー21の親会社リアロジー社は売上1兆円近い大企業だ。ここから日本支店のシステム費を計算するのは難しいな。あらら、それは仕方ないか。まあリアロジー社も赤字と黒字を繰り返している会社だから、この会社の一番いい部分がセンチュリー21ジャパンの決算なのかもな。ここまで見た感じだと、堅実にフランチャイズだけをやってるのがセンチュリー21で、支店網を活かしていろいろやってるのがアパマンって感じか。現在はセンチュリー21の方が時価総額は高いみたいだが、賃貸がさらに衰退した時にアパマンの逆転があるかもしれないな。ふむふむ、センチュリー21の別事業の解禁があると面白くなるかもしれないわね。あとは街中の賃貸仲介ってぼったくりがあるみたいな話も聞くけど、決算からじゃここはわからないわね。フランチャイズだからアパマンとかセンチュリー21って看板からは何もわからないしな。店舗運営は別の会社がやってるわけだし。例えば一つのアパマンのお店で微妙だったら、別のアパマンを検討するのもありかもしれないのか。そして CS だが、センチュリー21の四半期決算に CS がないので、今回は飛ばします。あるあるよね。了解です。というわけで今回は終わりだ。最後まで見てくれてありがとうだぜ。ご視聴ありがとうございました。